はい、えー、即可塾の久保です。この暗号通貨のニュースなんですけども、最近はですね、えー、分散型取引のことをずっとお話してますけども、このビットバンクというところを皆さんアカウントを持っておられますえー、実はですね、このビットバンクも、分散型金融の一部、レンディングサービスっていうのをやってるんですよ。非常に、このビットバンクっていうところは、簡単にそれができます。で、簡単にできる分、まあ、手数料はね、えー、まあ、そんなに高くはないんですけども、まあでもね、高いですよ。 相対的に見てね。うん。一般の世の中にある投資物件とか、まあ銀行金利とかって考えると、このぐらいを、まあいただければ十分じゃないかなって思いますよね。まあここに書いてます。暗号資産を貸して増やすとは、ビットバンクとお客様暗号資産の消費者対借契約を締結し、最大年3%の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスとかいってますよね。 まあ3%で足りないよって方もいるかもしれませんけども、暗号通貨の値上がり益ってものも考えると、まあ逆にね、値下がりっていうのもありますけどもね。まあそんなに悪くはないかなと思います。で、仮にですね、他に何か年利で何みたいなのがあるとして、どうでしょうかね。うん、ここまで3%まで出るっていうのは、ありますかね。まああるかもしれませんけども、そこに参加されていないってことは、 いまいちだと思われてると思うんですよ。いろんな意味でバランスが取れているのが、ここじゃないんかなと思いますけどもね。さあ、募集内容なんですけども、3月の末、だからもう少ししたらね、締め切っちゃうんですけども、申し込みができます。で、満期が来年の3月末ですよね。この1年間ぐるっと、暗号通貨、暗号資産をお貸しして、 金利を得るって形になります。年利で2%とか3%って書いてますよね。まあ年利1%っていうのもあります。まあ、上の方からね、えー、コインの銘柄が1、2、3、4、5つほど出てますけどもね、うん。まあそれぞれやってみてもいいんじゃないかなと思います。うんと、だから年利3%を狙おうと思ったらね、えー、クオンタムとかバットとかになるんでしょうかね。うん はい。まあ、こんな感じでね、ビットバンクをはじめとして、レンディングサービスが、私たちの身近な国内の暗号通貨の取引所とかね、こういうところに入ってきたってことなんですよ。一番いいのは、以前から講義でお伝えしてますけども、こういうところを通さずに自分でやっていくってことなんですよ。要するに、ビットバンクってのも、あの、以前お話したね、レンディングサービスを社内で人手を使ってやってるから、あー金利がまあ、ま、3%に抑えられてるってことになるんですよね。 まあ本来でしたら金利って悪くても5%とかね、7、8%とかあるわけですから。まあ物によってはね、なんか30%とか50%とか出るんですけども、それは自分で、えー、自力でアカウントいくつか作ってやり取りしてってことになります。つまりビットバンクってのは、そのレンディングサービスをお手伝いしますよっていうふうな手数料の事業を始めたってことなんですよ。まあですんでね、えー、まあいろんな専門用語が苦手な方とか、誰かに丸投げしたい方っていうのは、 レンディングサービスを扱ってくれるコンシェルジュを雇るつもりで、雇っていくつもりでね、ビットバンク参加してもいいんじゃないですかね。まあ私はやらないですけどね、自力でやりますんで。えー、ということで本日は、あ分散型金融のうちのレンディングサービスについてちょっとお話ししてみました。身近になってきましたね。